何ヶ月ぶりでございましょうね、高倉さん。かれこれ半年ぶり？はあ、あの人が噂の教祖さんか。そうでございますよ。平和を愛する宗教家で有名なロックスター、そしてお金持ちの教祖さんでございまする。テレビで見たことはあるけど、カールさんは初めてでございまするか？うん、マルガリータちゃんとのお仕事を決めたのはマリエさんっていう超美人秘書さんを通してだったんで、教祖さんとは実際の面識はないんだよね。マルガリータは教祖さん大好きでございます。今あのレストランの地下でマルガリータが活動できているのは、ひとえに教祖さんのご好意でございまするよ。うん、それはマリエさんから聞いて知ってるんだけどね。ただなんせあの人の評判って世間じゃ真っ二つに分かれるもんね。それは存じませんでした。してどのように？一言で言えばバカなのか天才なのか分かんないって感じ。マルガリータちゃんはどう思うの？って今にカオルさんにも分かりまするよ。まったくもう。教祖さん、ただいまでございまする。マルガリータ、ただいま帰りましたよ。おお、マルガリータちゃんとココロさん、お帰りなさいませ。お久しぶりでございまする。マルガリータは教祖さんにずっとお会いしたかったのでございます。うはー、なんて可愛らしい。相変わらずの可愛らしさで安心しましたよ、まったく。高倉さんも元気そうで何より。で、こちらの方は？ご紹介いたしまする。この方はマルガリータが霊界との交信中に霊界の住人と会話をしてくださっている西岡カオルさんでございまする。あら、あなたがマリエさんから聞いてるのねん。いつもマルガリータちゃんがお世話になってありがとうねん。とんでもないです。こちらこそありがとうございます。マルガリータちゃん、で、どうなのこの人、有能なの？でなきゃ即クビにしてあげますけど。超有能な方でございまするよ。マルガリータはカオルさんのことが教祖さんの次くらいに好きでございまする。そうですか、僕の次くらいに好きですか。それはきっといい人に違いありませんね。安心安心。ところで教祖さん、本日は落語デビューおめでとうございまする。あら、改まって何さ。およしなさいよ、マルガリータちゃんったら。恥ずかしくなるじゃないのさ。マルガリータは生の落語を以前より聞きたいと願っていたのでございまする。それが今夜教祖さんの、いや平和や教祖さんの落語でその願いが叶うと思いますると嬉しくて仕方ございません。平和や教祖？そうかい、そんなこと聞いたんじゃなおさら今日の落語会は失敗できませんよ。お前さんのその期待に見事応えてみせましょう。楽しみにしておくんだよ。よいしょ。はい。おや、もうこんな時間だ。久しぶりにお前さんに会えたもんでつい時間を忘れちまったよ。そろそろ支度しないとね。本番前にどうもお時間を取らせてしまい申し訳ございません。どうぞ今宵のご成功をお祈りしておりまする。あいよ、じゃあちょっくら行ってくるよ。三人とも今夜はたっぷりと楽しんでおくんなさいよ。あら、チントンシャン、チントンシャン、テケテン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 と、あいよいしょ、スタタタタタタタ。はあ、どうかなさいましたか、カオルさん。いや、落語の話になってからなんか話し方めちゃくちゃで、大丈夫なのかなあの人って思って。マルガリータにはこの上もなく楽しき人でございますが、ねえ高倉さん。いつもあんななの？まあ大体は、なんと言いますか、一言で言いますと、はちゃめちゃ。はりゃー、これまた見事な落語会場になってるね。今日一日だけのために。マルガリータも驚き桃の木三種の木でございますのよ。普段はスタイリッシュなレストランなのに
これほど見事に。金持ちのやることは違うね。恐るべし教祖さん。カオルさん、ステージ横のあの方たちは何でございましょうな。多分出囃子の人だろうけど、出囃子とは？話し家さんが高座に上がるときに演奏される曲のこと。プロレスなんかでさ、選手が入場するときにテーマ曲かけるでしょ。あんな感じのものかな。プロレスでございまするか。マルガリータちゃんは見ないか。プロレス高倉さんはわかるよね。それにしてもどうなさいましたか。普通出囃子は三味線や笛、太鼓なんかで演奏されると思うんだけど、あの人たちの持ってるのってクラリネットやトライアングルなんかで、まるでチンドン屋さんだな。チンドン屋さんとは？変わった格好して演奏しながら街を歩く人たちのことだよ。そうやって人目を引きながら依頼されたお店のチラシなんかを配って回るの。広告屋さんでございまするね。まあそうだね。チンドン屋さんに頼むって結構効果的な宣伝方法だったと思うよ。昔の広告屋さんでございますか。もうマルガリータは見ることができませんのかな。どこかで会えませんのかな、チンドン屋さんに。見せてあげたいけど難しいだろうね。僕だって見たことないしな。残念でございまする。おお、いよいよだよマルガリータちゃん。お初にお目にかかります。平和や教祖でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。平和や教祖でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。平和や教祖でございます。あ、いやーどうも。さて皆さん、私めの帝号の平和やでございますが、帝号ってのは、まあ屋号って言いますか、名字って言いますか、そんなもんなんでございますが、これはでございますね、柄にもなく私めの真面目な気持ちが込められた帝号なんでございます。そう、平和、それが私平和や教祖が最も欲するものなのでございます。いやー、これほんと信じておくんなさいましな。私、人と人が争うっていうのがもう心底嫌でございましてな。こりゃあもう気持ちってより本能？いや、もっと端的に言えば欲ですよ、欲。そうですな。言うなれば平和欲でございますな。それを表しておるのでございますよ、私めの帝号は。私めのこの平和欲、これは名誉欲とか支配欲、そういった心理的な欲求っていうよりは、むしろ食欲とか睡眠欲とか、そういった本能的な欲求に近うございますな。そもそも平和っていうのは何でございましょうな。従来平和は戦争のない状態として捉えられておりました。つまりは平和と戦争はいわゆる二項対立のものでございました。しかしながら、まあ最近の通説によれば、平和は暴力のない状態を言うのだそうでございます。暴力って言っても殴る蹴る、そういったものだけじゃございやせんよ。ちなみにこういう暴力は直接的暴力ってらしいんですがね。他にも経済格差や環境破壊による構造的暴力ってのもあります。そんでもってたちの悪い暴力に文化的暴力ってのがあるんでございますよ。これは今言った直接的暴力や構造的暴力を正当化するような文化のことでございますな。どうもすいません、つい興奮して私話すってより語ってしまいましたな。皆さん今思ったでしょ。おいおい、どうしちゃったんだいこいつ、いつもの能天気な教祖じゃねえぞとか、正直たまげたね、あの教祖がこんなこと考えるなんてとかね。ほんと人は見かけによりませんでしょ。従順そうな可愛い子ちゃんが実は男勝りの気性だったり、マッチョな男の趣味が実は編み物だったり、世の中イメージだけじゃほんとわかりません。今からお話しするのはそういった話なんでございます。
で、これが本当のライオンとハイエナの関係なんでございますよ、皆さん。ライオンはハイエナの倒したいものに群がっているだけでございましてね。本当の狩りの天才は実はハイエナなんでございます。ですから、お前ハイエナみたいだな、なんてのは最高の褒め言葉なんでございます、実際は。サファリパークの営業時間が終わりますってと、動物たちにも夕食の時間がやってまいります。檻に戻ったハイエナとライオンは配られた餌を食べながら一日の反省会をするのでございます。おい、シシノスケ。へい、ハイエナの旦那。自分何ぼーっとしとんねん。ワイがタバコ持ってこういうポーズ取ったらさっさと火つけんか、コンボケ。すいません、気がつきませんで。ささあどうぞ。情けねえな、まったく。すみません、どうもタバコの煙が苦手で。まあアレルギーなら仕方ない。面目ありません。それにしても自分最近なんか勘違いしとるんちゃう。めそうもございません、旦那。百獣の王ライオンってのはあくまでもお客さんの目の前の姿や。へい、ハイエナの旦那。サファリが閉館してお客さんがいなくなりゃ、皆本来の力関係に戻るんや。へい、それはもう重々承知しております。ワイたちはあくまでもこのサファリパークの役者なんや。それ忘れるんやないで。はっはっはっ。灰皿。へい、こちらにどうぞ。ん、くれぐれも忘れるんやないで。別に自分を百獣の王にせんでもこっちとら全然問題ないんや。勘弁してくださいよ、旦那。自分の代わりはなんぼでもおる。こないだもタイガーヒルの虎像が百獣の王の役をぜひともやらせてほしいと頼みに来たとこや。マジですかい。マジやで。虎像の野郎。虎像だけやないで。その前はヒポポリバーのカバキチさんでな。あん時はさすがに困った。カバキチさんまでもが。ああ、このサファリで最強のカバキチさんや。まったくで、足が20頭いても叶いません。残念ながら、カバキチさんは見かけがどうも百獣の王やない。それが悲劇やな。まあ、あのずんぐりむっくりじゃねえ。笑うんやない。申し訳ございません。これからも生きていたいんやったら言動に気をつけるんやぞ。へい。で、どうやってカバキチさんの申し入れを断ったんで。苦労したで、そりゃ。まあ、そこはこのワイのオーガナイザーとしての意向ってことで、なんとか納得していただいたわけやけどな。さすがでやんす、旦那。自分手抜いとったらいつでん交代させるかな。気張りや。へい、精進いたしますんで、どうか一つこのまま足を。その、ええか、自分が選ばれたんはそのたてがみのおかげや。あとはなんも他のやつらと変わらせん。あくまでも自分はサファリで働くエンターテイナーなんよ。それ忘れんようにな。へい、重々承知しております、旦那。わかりゃいい、わかりゃ。で、反省会に入るけどな。今日自分、何回ミスやったか数えてみ。ミスですか？え、自分ミスやったこと気づいてないん？もしかして。まあ、こんなやりとりが日夜行われているのでございます。そんなサファリにある変化が起こり始めたのは。どうもお後がよろしいようで。
若い衆も受けてますね。何より何より。うまい、大分のオレンジジュースは最高ですね。どなたかな。マルガリータでございまする。西岡でございまする。あら、どうぞどうぞお入りくださいませ。心より楽しませていただきました。マルガリータは教祖さんがもっと好きになりましたでございまするよ。あら、マルガリータちゃん、ありがとね、ありがとね。カオルさんも高倉さんも涙を流しながら笑っておりましたよ。それはそれは、楽しんでいただけたなら何よりですよ。またくん、トラゾーとシシノスケが手を組んでハイエナと戦うシーンはグッときましたけどね。マリエさんの思惑通り。え、マリエさんってあの美人秘書さんのマリエさんですか。そうなのね、超美人秘書のマリエさんですけど。ああ、そうなんですよね。綺麗だもんね、マリエさん。で、マリエさんの思惑通りっていうのは、つまりマリエさんがあのお話を書いているってことで。そうなのね、あれはマリエさんの創作落語なのです。マルガリータは大変興味がございますのよ。マルガリータちゃんも書いてみます。カオルさん、マルガリータにできますでしょうかな。マルガリータちゃんならできるよ、きっと。教祖さん、マルガリータ挑戦してようございましょうかな。ぜひぜひやってみてくださいませな。有名なミディアムマルガリータ作の落語となれば、きっと世間の注目を浴びますよ。おお、それはいい。マルガリータちゃん、やってみなよ。きっといい気晴らしになるよ。いつも霊界の住人とのやりとりばかりだから、僕ちょっと心配してたんだよね。ありがとうございます。ではマルガリータ全力で書いてみます。でも果たしてできますでしょうかな。なんなん、心配無用なのプロブレムですよ。まったく、何でもいいから書いてくれさえすれば、この平和や競争が必ずや大笑いの渦を作ってみせましょうぞ。喉渇いた。もう一つオレンジジュース飲もうっと。おいおい、ああ、いいですってば、高倉さん。僕はもう大人なんですから、自分で取ってきます。確か受付にまだ残ってたはず。チントンシャン、あれ、チントンシャン、どこチントン。あ、そうだ。どうなさいましたか？マルガリータちゃん。いっそのことだから落語やってみたら、自分の創作落語で。え？うん、我ながらいいアイディアだ。そうだよ、やってみなよ。それは少しばかり荷が重いようにも思われて。大丈夫だって。いや、マルガリータ、実際の話術となりますと、その落語というものをどういう風にやればよいのやら、さっぱりと。大丈夫だって。だって教祖さんがいるじゃない。ございましたな。マルガリータは教祖さんから学べばよいのでございまするな。そうそう。お、大手。いや、これはいかん。ここに飛車を置いたらマルガリータちゃんが飽きて、おいがこう言ってこう来るから、この飛車は死ぬばい。やはり紅茶は何と言ってもヨークシャーティーでございまするな。有名ブランドの高い紅茶よりよっぽど美味しゅうございまするよ。高倉さんの日本茶の次に美味しゅうございまするよ。わかった、ここやね。マルガリータちゃんは絶対絶命たい。なんと、それは一大事でございまする。
勝負。どうねどうね、マルガリータちゃん、これぞ薫騎士快晴の一手。ああ助かった、紅茶飲もうっと。紅茶紅茶。うん、なるほど、これは美味しい紅茶だね。あの、カオルさん？なんねなんね。これはその、いわゆる、二歩というものでは？先ほどこちらに一回、そして同じ数字に今しがたこれをお家になりました。ほんとだ。あー、やっちまった。マルガリータちゃん。悪いけど、これやり直していい？ノープロブレムでございまするよ。ありがとう。また考えなきゃ。紅茶が一気にまずくなった。はーいって、こう来て、こうの、最近はお父様の十三さんがマルガリータに憑依しておられませんが、寂しゅうございませんか？ああ、なんかこの前言ってたぞ、十三さん。何でも霊界で組織を作り始めたとかなんとか。え、本当でございますのか？ごめんごめん。これマルガリータちゃんに報告し忘れてたね。でも確かにそんなこと言ってたよ。ねえ、高倉さん。それはつまり、いわゆるその憑依時間の関係で詳しいことは聞かなかったけど、多分最初の憑依の時に言ってた現世に強いこだわりを持ち続けている霊界の住人を救うための組織だと思うよ。アインシュタイン博士もその流れでマルガリータに憑依されたのでございましたな。そうそう、アインシュタイン博士の長きにわたる心の引っかかりがカオルさんとの会話の中でなくなりましたからね。いやー、あの時は奇跡的にグッドなコメントができたよ、我ながら。いやー、僕って本当は天才なのかな。あれはカオルさんの優しさから出た素直なコメントでございましたな。きっと十三さんの組織作りにはアインシュタインさんも一役買っておられるのでございましょう。かもね。ここしかないか。仕方ない、ここに打っとくか。ならばマルガリータはここに。ゲゲゲ、そんなところに。なんで？え？カオルさん、このままですとあと3手で詰みまするよ。うそー、マルガリータちゃんスペイン人なのになんで将棋がこんなに強いとね。普通はチェスやろうもん。将棋は高倉さんにご指南受けました。高倉さん？高倉さん将棋も強いの？あんたら二人どうなっとんねん。っていうかこのレストラン関係者ってスペック高すぎ。教祖さんにしろあれで超人気ロッカーだし、なんであんなのが売れるのかおいにはさっぱりわからんけど。教祖さんの歌は心打たれまするよ。マルガリータは大好きでございまする。へえ、そんなもんすかね。これでどうね。お？お？これは？どうね。こんな手がございましたか。カオルさん、侮れませんな。どうね？どうね？な。積むまでに2手伸びてしまいました。悔しい。2手伸びただけ？これはマルガリータ一生の不覚。カオルさんを甘く見ていた証拠でございまする。次回の念を込めましてここは長考させていただきまする。しばし待たれよ。いやー、そんなにショック受けなくても、たった2手のことで。たった3手の読み間違いなのに、それも結局はマルガリータちゃんが勝つというのに、
こんなに長考するとは。もうあれから20分は考え込んでるよね。3手も読み間違うとは。それもカオルさん相手に。マルガリータ一生の深く、我が師匠高倉さんに合わせる顔がございませんの。なんかカチンとくるよね。でもまあおっしゃる通りだな。マルガリータちゃん、あなたは強すぐる。強すぐる、強すぐる。申し訳ございませぬ。しかしながら勝負は勝負。マルガリータ、ここは心を鬼にいたしまして。一か八か。お、やっと打つ手が決まりましたか。はい、一か八か。こう打たせていただきまする。八コーン。ん？これなん？なんでこんなところに？おいの次の手は、大手なんだけど、よかとね。よかとよかと、どうぞどうぞ。え？こりゃなんかあるばい？ここは慎重にいかんとね。何もないのに。嘘こけ。なんばそげんかわいらしゅうか顔して言うね。気抜いたらそんかわいらしか顔にコロッと騙されるそんな、メスもない。マルガリータは、そんな横島な考えを抱いたりはいたしませぬよ。いいや、横島がなくても縦島な考えを抱いています、マルガリータちゃんは。あ、ひょっとして結構受けること言った僕。言った。ん？何だったのマルガリータちゃん。お、その色気のあるウフフはひょっとしてマリリン？ご名答、マリリンです。あら、マリリン、お久しぶりです。おひさ、イケメンのカオル。おひさ、相変わらず気まぐれに登場しますね。ごめんね。でも、マルガリータちゃんのバルーンが上がってたし。あ、そうなんだ。最近はマルガリータちゃん、かなり楽にバルーン上げられるようになったって言ってたけど。取り込んでた？いえ、それほどでもありません。将棋をしてただけで。将棋と、ひょっとしてジャパニーズチェスのこと？ええ、まあ、なんと言いますか、ジャパニーズチェスって言えば、そうですね。ほら、マリリンの目の前に。あはー、これね。なるほど。ふむふむって、マリリンわかるの？割りかしね。ドギャンしたとウフって。これこっちがマルガリータちゃんで、カオルはあっちね。そギャンたいで、そこの強者をマルガリータちゃんが打ったと。よくお分かりで。面白い手ね。でもカオルにはこれがわけのわからない手にしか見えない。まあそんなところでしょう。よくお分かりで。カオル、これはあなたがどうあがいてもあと数手で終わるわよ。やっぱり。カオルもそこそこ強いみたいだけど、こりゃ相手が強すぎる。そうなんだよな。スペイン人のくせに日本の将棋が。あれ、マリリンもそうだよ、アメリカ人のくせに。あ、私はね、こっちの世界でクニオちゃんに教えてもらったの。クニオちゃん？もう一体誰なんだよそいつ。クニオちゃんったら、現世にいる頃は私にぞっこんだったみたいでさ。こっちの世界に来てまず最初にしたことが私を探すことだって。かわいいでしょ。相変わらずの人気で。年下なんだけどさ、話も面白いんで時々お相手してるのよ。ジョーには内緒なんだけどね。あー、はいはい。ところで今日はどうしたの急に。なんだっけ、あれ。もう呆れちゃいますよ、まったく。でもそんなマリリンが可愛くて好き。
ありがとう。でも思い出しちゃった。それはすごすぐるすごすぐる結構やるでしょマリリンも。最近ミサイルが飛ばなくなったと思ったら、マリリンが霊界でそんなことしてくれてたんですね。だってカオルこの前言ってたんだもん。現世でお依頼さんをやっていた霊界の住人に会ったら、なるべくそっちの世界では戦争しないように子孫に伝えさせてちょうだいって。う、嬉しかん？どうしたの？イケメンカオル。だって天下のマリリン・モンローが老いごときのお願いを覚えててくれてて、そればかりかこの老いごときのお願いを叶えてくれていたなんて。もうそんなことくらいで喜んでくれるなんてバカね。で、出た美女のバカね。ああ、恋に落ちそう。でもね、勘違いしちゃダメよ。誰でもっていうわけじゃないんだからね。他でもないカオルの頼みだからだよ。ああ、やべえ、完全にやられちゃいそう。可愛いんだから。でもこれ本音。カオルはね、マリリン好みのイケメンなんだから。なーに？それ、本当？なにが？いや、イケメンってのですけど。本当よ。何言ってんの？いえ、。あ、ひょっとしてカオル、美人イケメンあるある？なんすかそれ。自分が美人だったり、イケメンだったりって意識できてないってやつよ。はあ、やっぱりだ。いるのよね、こういう人。マリリンは自分のこと美女だって意識できてました？最初から。私はさ、その意識を持とうと必死に努力した人なのね。まあ最初は自信がなかったかも。そうなんだ。でも内緒よこれは。はい。ねえカオル、今まであなたのことイケメンっていう人いなかったの？この前マルガリータちゃんからそんなこと言われたような。ほらね。ほらねって言われても、やっぱりマルガリータちゃんは10歳の子なわけで。バカね、そんじょそこらの10歳じゃないのよ。マルガリータは世界を股にかけているスーパー女児なんだから。まあそれはそうなんですが、あのさ、何度も言うけど、っていうかこの際だから、このマリリンがきっちり認定しておいてあげるわ。ハリウッドで嫌っていうほどいい男を見てきたこのマリリンから見てもカオルはイケメンよ。自覚しておきなさい。損はないから。認定か。そう、マリリン・モンローのイケメン認定なんだからね。信頼度 100% でしょ。それはもう。何？疑ってる？めそもございません。でもそういう意識持つって具体的にどんな？それはさ、そういう意識持ってるとね、立ち振る舞い至るところにその意識が現れ始めるんだよ。そうなんだ。まあいわゆるオーラっていうやつね。オーラ？そう、オーラ。これが面白いことに、本当の美女イケメンじゃない人がその意識を持つと、逆にネガティブオーラになっちゃうわけよ。ネガティブオーラ。そう、まあこのネガティブオーラを全身から放ってる人の方が多いんだけどね。そうなのか。でもそれはまた今度機会があったら教えてあげる。よろしくお願いします。本題に戻ろっか。そうでした、今回の憑依はこちらの現状確認でしたもんね。そうなんですよ。マリリンと前回交信した後からミサイル飛ばなくなって。よかったよかった、少なくともあの国に関してはうまくいってるんだね。多分。でも驚きだ、あの国のトップもやっぱりマリリン・モンローのことを知っていたなんて。ほんとほんと、
ハリウッド映画が普通に見られていたなんてね。きっと一般人にはそういう規制が厳しいけど、トップはちゃっかり見てるんだよ。今度確かめておいてよ。了解。イルちゃん、ジョンちゃん親子に聞いとくね。ああ、もうそんな呼び方できるくらいになってるんだ。まあね。現世の人間には考えられん。すげえな。すげえな、マリリンは。もうマリリンったら。ごめんね。なんだっけ、誰だったかな。気になる。ねえ、霊界で誰に会ったのさ。有名人、政治家、タレント、映画俳優、あ、スポーツ選手とか。違うな。あ、ちょっと待ってて、ジョーが来たから聞いてみる。ジョーってジョーディマジオ。仲いいね、相変わらず。よっ、ご両人。そうだったそうだった、ありがとう。やっぱりマリリンのジョーだわ。まあ照れちゃって、可愛いんだから。あごめんなさい。でもバッチリ思い出したよ、カオル。で、誰に。ほら、この前鹿の島の神社へ行った時に、マリリンの大切な野球ボールを保管してくださっていた方がいたでしょ。ああ、あの女性ですか。そうそう。え、あの方霊界に行っちゃったの。違うわよ。え、あの女性のお父様。ほら、昔鍛冶屋をやっていらっしゃって。ああ、びっくりした。はいはい、マリリンがボールを神社の石段に隠してたのを見て後で掘り出した人ね。そうそう、あの人がそうやって掘り出してくれていなかったら、今頃はあのボールはボロボロだったでしょうから、マリリン超ありがたかったわけ。まあそういうことですよね。それでね、この間の憑依の後にマリリン、こちらでその鍛冶屋さんを探したのよね。わざわざ探したんですか。そうよ、必死だったんだから。必死に探した人のことよくさっきまで忘れてましたね。痛いとこつくんだから。ちょっと笑わないでよ、ジョーったら。もう。ああ、そういうことね。バレた。バレバレですよ、実際はジョーに探させたんでしょ。あら、人聞きの悪いことも。マリリンはお願いや命令なんかめったにしないわよ。だ、またまた。本当よ、そりゃ心の中では、あ、探してくれたらいいのになって思ったけど、口に出してそんなことは言わないわよ。なるほどね、いつも殿方が察して動いてくれるってことね。そうなの。はあ、最強の人種ですね、相変わらず。だからね、この前の宝探しの時にカオルたちに思いっきりいろいろお願いしちゃったけど、あれってマリリンからすれば超レアなことなわけ。はあ、なるほど。それだけありがたかったってことね。改めてサンキュー、カオル。はあ、死にそう。それからマルガリータもね、それからそこのミスター高倉もね。でもまあ、霊界って広いんでしょうに。よくジョーはその鍛冶屋さんを見つけましたね。それがさ、簡単に見つけちゃったのね。なんだか意味ありげな笑いですね。まあそんな笑い方もおいは好きやけどね。その人、銀兵衛さんって言うんだけどね。これまたマリリンの大ファンってことで。そりゃそうでしょうよ、なんたってあーたの埋めたものをこっそり盗んじゃうような人なんだから。はあ、ほんとマリリンって罪な女よね。で、自己陶酔してないで話進めてくださいな。あ、ごめんなさい。それがさ、銀兵衛さんったらこちらに来てからすぐに
マリリンを探したそうなの。あら、なんかさっきも同じようなことを聞いたぞ。本に世の男性は純情っていうか単純っていうか、同じことを考えたがる。でさ、実は銀兵衛さんったら随分と前にマリリンを探し出してて、ずーっと陰からマリリンを見ていたんだって。なるほどね、探す前に向こうが見つけてたってことね。銀兵衛さんは結構名の知れた鍛冶屋さんだったみたいでね。ま、彼の自慢も入ってるとは思うけど。名の知れた鍛冶屋さんか。何作ってたのかしらん。包丁専門だったみたいよ。そりゃ評判が良かったそうよ。ま、彼の自慢も入ってるとは思うけど。まあまあそう言わないの。憧れのマリリンにだったら誰だって自慢はしたいですよ。殿方って可愛いわね。ねえジョー、あなたもマリリンに自慢したいの？まあ可愛い、照れちゃって、うん、あ、ごめんね。で？もうそんなに怒らないでよ。表意時間の制限ってのがあるんで、そこんとこよろしく。はい、ちゃんとお話進めます。よろしい。で？銀兵衛さんはね、その腕前から代々続くとある豪商の主さんにとても可愛がられていたらしくて、よくその主さんと将棋をやっていたらしいのよね。おお、将棋か。やっと話がつながってきた。マリリンがさっき突然銀兵衛さんのことを話し始めたきっかけはここにあったのね、多分だけど。そうみたい。カオルと将棋の話してたら銀兵衛さんのこと思い出しちゃったもので。長かった。ここまで来るのに何分かかったのかしらん。カオルったら、お話はここからなのよ。へえ、まだあるの。あら、そんな態度でいいのかしら。すみませんマリリン、やっぱり天下の美女に凄まれるとかなわんな。すっごいお話なんだから、絶対聞いて後悔しないわよ。了解しました。あのさ、その豪商さんね、ある時フグに当たってぽっくりいっちゃったのよね。やっぱりフグ怖かね。おい、そんな危険を犯してまで空気なか。マリリン、生きてるうちに一度試してみたかったんだけどな。それで銀兵衛さんはどうしたの？なんとその豪商さんが銀兵衛さんに遺言を残していたのよね。ほほー、なんかマネーの匂いが漂い始めたぞ。先聞きたい？聞きたか。問題はその遺言の内容なの。あ、一つ質問。その豪商には家族は？もちろんいたわよ。奥様や娘さんたちもちゃんと遺言は残していて、一人一人にすごい金額を残したって。豪商って言うんだから、そりゃすごか金額やったろうね。それにしても戦争の影響はなかったんだろうか。不思議やね。この前銀兵衛さんとスティーブが話してたんだけど、スティーブが自分の資産の10倍はあるんじゃないかなって言ってたわ。はあ、スティーブってあのスティーブね。そりゃもうすごかね。数千億とかそんな感じ。銀兵衛さんには佐賀の山奥にちょっとした土地と、そこに建てられた小さな一軒家、それから簡素のお茶室が残されたそうなの。あら、お金じゃなかったのね。うん、主さんが生きていらっしゃった時、二人はよくそこへ行って泊まりがけで話したり、お茶を楽しんだりしていたそうなの。銀兵衛さんラッキーじゃないの。でも別に変わった遺言内容じゃないと思うけど。そうなのよね、一見どこかに謎でも。あのね、遺言で残されたものは土地と一軒家と茶室なんだけど、主さんが生前銀兵衛さんと将棋を打ちながら言ってたのが、銀兵衛さんや、わしが死んだらこの土地とこの一軒家とあの茶室をあなたに残してあげよう。ふむふむ、マリリン意外に上手。じいさんの真似。私は女優。そうでした。
ただね、銀兵衛さん、茶室はなるべく手放さないようにしてくださいな。この茶室はただの茶室じゃありませんからね。まあ暇な時この茶室のからくりを解いてごらんなさい。ほっほっほ。からくり？茶室の秘密ってことかな。そうみたい。なんでも主さんが言うには、銀兵衛さんが住んでいた鹿の島が飢饉なんかで困った時に鹿の島を救えるくらいの価値があるんだって。うわ、軽く億単位の話じゃんそれ。すごくないこの話。すごいわ。でもひょっとして銀兵衛さん、霊界に行ってもその謎解けてないっていうこと？そうみたい。だってその主さん見つけて聞けばいいじゃないですか。カオルったら職人の意地っていうのを全然理解してないんだから。霊界ってそんな気持ちはないんじゃないの？まったくもうめんどくさい世界なんだから。職人の意地か、わかる気もするけど、なんかこだわり方が違うような気もするな。マリリンも実はそう思うんだけどさ、でもそこが結構かわいいのよね。アンジョー、そんな顔しないの。やきもちなんてこの霊界では何の意味もないでしょね。あー、勝手にやっててください。でも銀兵衛さん、考え方によっちゃ結構ポンコツかも。カオル、それでこのお話聞いてどうだった？どう思った？何かしたくなった？来た来た、マリリンの忖度要求ビーム。チェッ、バレちゃったか。バレバレです。ねえカオルってば。はあ、何ですか？カオル、だから何ですか？カオル。ああ、わかりましたわかりました。何がわかったのかな。おいとマルガリータちゃんと高倉さんとでその茶室の秘密を探れと。まあ素敵、それは明暗ね。くー、まんまと術中にはまっていく自分が情けなか。何のこと言ってるのかな。マリリンわかんない。でもマリリン、おいたちが仮に茶室の謎を解いたとしたら、銀兵衛さんの意地ってのはどうなるんでしょう。大丈夫、マリリンが何の問題もないように銀兵衛さんに伝えてあげるから。そうだよね、そりゃそうだよね。マリリンに言われたら意地も何もないわね。そうでしょう。銀兵衛さんのためにマリリンが一生懸命謎を解いたのよって言って、マリリン怒られるはずないもん。ちょっといいですか。謎解きするのはおいたちなんですけど。で、どんな手順でやるのかな。イケメンカオル、完全する。マリリン、じゃあさ、まずはその銀兵衛さんにその茶室のからくりを解くためにどんなことをしたのか詳しく聞いてみてよ。それはね、ジョーが詳しく聞いたみたいだから今だって多分答えられるよね、ジョー。うん、だって。あ、そう。じゃあまず隠し部屋とかなかったか。なかったって。天井裏なんかにもなかったって。床下は。床下を掘ったけど何にもなかったって。じゃあ掛け軸とか茶器とかそういうものが超高級だったとか。それはそうだったみたい。どういうこと。茶器が特にだけど高級品がさりげなく置かれていた。だけどまあそれじゃあ鹿の島はとても救えないだろうって。なんだろう、その茶室っていつ頃の建物なんだろう。豪商の主さんもそれは受け継いだものだそうよ。何じゃ。江戸時代だって。江戸時代の茶室か。佐賀の山奥だから残ったんだね、きっと。江戸時代ってどのくらい前なの。
まあ400年から150年くらい前なんだけど、詳しくは分かんない。とにかく古いことは確かだな。ひょっとしてその茶室自体が素晴らしい建築物だとか？それはそうなんでしょうけど、でもそんなことじゃないみたいよ。銀兵衛さんが言うには、簡単に現金化できる価値なんだって。そうでしょう、ジョー。うなずいてるうなずいてる。これは結構難問だな。そうよね。でもカオルならきっと解けるよ。うん、気楽だよな。もうよし、マリリンが応援してあげる。カオルならきっとやれるからね。頑張ろう。おお。まあね、マルガリータちゃんもいるし、なんとかなるっしょ。頑張ってみますよ。あ、そう言うと思った。ありがとう、カオル。あ、もう一つあった質問。なに？このことは銀兵衛さんのお子さんであるあの時の女性はご存知なのかな？あ、つまりその佐賀のその茶室の場所とかさ。あ、それは大丈夫みたいよ。へい、了解です。期待してるね。また来るね。佐賀でもどこでも行くからね。へーい、バイビー。あ、おはようございます、ルカオルさん。おはよう。いかがなされましたかな。いつもの明るいカオルさんではございませんのが。ああ、ごめんごめん、ちょっと昨日から腹立ってて。それはそれは。して、どのようなことに腹をお立てになられておりまするのか。これだよ、これ。これは昨日の新聞でございまするな。すると何かカオルさんが不機嫌になるような出来事でも。そうなんだよ。もうさあ、ゆうべも頭にきてほとんど眠れなかった。どれどれ？これだよ、これ。なになに？ふむふむ。高倉さんもこのニュース知ってるでしょ？ムカつかない？だよね、だよね。こんなの許されん。なるほど。つまりこのテレビ局は地上波と同時にネット配信することで、ネットユーザーからも視聴料を取ろうとしているわけでございまするな。そうだよ。ネットで配信してるから、その番組を見ようが見まいが料金を取ろうとしているわけだ。なるほど。しかしなぜ料金契約をした者のみに配信しないのでございましょうな。ねね、普通そうだよね。これだと携帯電話やインターネット環境を持ってたら支払わなくちゃいけなくなる。つまりネット環境にいるものすべて払えということでございまするか。それはちょっと狂気の沙汰でございまするな。だよね。これってもはや人頭税だよ。だって携帯なんて普通の若者ならみんな持ってるんだから。でもまあ面白いじゃございませんか。面白いって？だってこのままでは海外のネットユーザーからも視聴料を徴収せねばなりません。それは不可能となりますると、日本国内のネットユーザーと海外からのアクセス者の区別をいかにするつもりなのでございましょうな。一軒一軒怖い人がやってくるんじゃない。それは本当に怖い話でございまする。押し売りだね、これは。もはや押し売り。昔はさ、家に突然やってきて玄関に座り込んでゴム紐とかを無理やり買わせていた輩がいたのさ。それを押し売りって言うんだよね。ゴム紐でございまするか。そう、ひどいよね。犯罪でございまするね。まったく。でもどうしてこのようなことが閣議で決定されたのでございまするか。そこだよね、理解に苦しむ。多くが苦労せずに育った政治家でございまするからな。視聴料なんてどうでもいい金額なのでは。それは間違いない。ほとんどが庶民と金銭感覚がずれまくってる奴らだからね。それとも、賄賂でも流れているとか。テレビ局から？わかんねえ。でも、そうかもな。選挙に有利な何かをこのテレビ局が持っているとか。わかんねえ。でも、カオルさん。何？マルガリータのこれまでの理解では、この政党は
このテレビ局の批判をかなりしてきているのではなかったかと。だからわかんねえ。まこと日本は霧に包まれた国でございまするな。マルガリータはそんなぼんやりとした部分も嫌いではございませぬよ。お金の余裕がある人はいいよな。おいなんてこの視聴料を払うことになれば、いや、ぶんどられることになれば、どんだけ苦しい生活になることか。カオルさんはお若いですからまだ良いかもしれませんが、これご老人たちには辛いでしょうな。だよね。年金暮らしのご老人にも同じ仕打ちをするつもりなんだろうかな。お孫さんとの会話のためにしか携帯電話を使わなくても視聴料を払わされる。泣けるようなこと言わないでよ。そうだよね、ひどいよね。実際のところお孫さんとの通話料より高いかも。ああ、そんなのって、そんなのって。おや、どうしたの。インターネットの番組で教祖さんが同じ話題に触れられておりますのよ。教えてベロニカ。はーい、全国のベロニカファンのみんな元気？スーパーモデルのベロニカです。今回もリスナーのみんな一人一人を思い浮かべながら頑張っちゃうね。お、早速コメントありがとね。なになに？ちょっとこのコメント流れが早くて読みづれ。なになに？愛してる、ラブラブ、ありがとう、今日も綺麗、サンキュー。このライブ動画ほとんどテレビだよね、便利。LINE 交換してダメ、投げキッスしてもう一回だけだよ。ってまあ冗談半分に皆さんのコメントにお答えしてますけど、本当にありがとね。いつも思うけどみんな優しいよね。ネガティブなコメントってほとんど入んないんだもん。さてさて、本日もゲストをお呼びして楽しい時間を過ごしましょうか。おっと、うわぁ、コメントがさらに早くなった。そんなに早く流れたら読めねえ。読めないから早速紹介しちゃおっと。今日のゲストはこの方、全人類の平和を願う男、教祖くんです。イエーイ。どうも、僕教祖です。こんにちは。どうしました。いや、教祖くんが登場した途端リスナーの皆さんのコメントがネガティブなものばっかになって。まさかそんなはずは。本当なんだから、ほら見てみそ。なになに、どれどれ。僕が人気ないなんてそんなバカな。またお前か。ベロニカに近寄りすぎ。1メートル以上離れてろ。なんでお前なの。逃げろベロニカ。もうそこまでそこまで、みんな冗談はやめてあげて。別にいいんですけど、僕慣れてますから。ぐずあらあら、泣き出しそう。みんなもう本当に冗談はやめてあげて。いいんだいいんだ、どうせ僕なんかは。おっと、そうだ教祖くん、今日は泣いてる場合ではない。教祖くんは今日何をしにこの番組にやってきたのかを思い出してくださいな。おー、そうでしたそうでした。そうそう、思い出して。僕は今日猛烈に怒っているのでした。全く。そうそう、教祖くんは今日猛烈に怒っているのですよ皆さん。あー、長さできた。その調子その調子、ここはドカーンと行きましょう、ドカーンと。そうですか。じゃあ遠慮なくドカーンとよ、教祖。では、うるぃ、お前らこれからテレビ番組をネットで同時配信するんだって。どうせその先はネットユーザーから視聴料を強奪する魂胆だろ。え、こら、つぶしだろ。叫んじゃねえぞ。おお、教祖くん、
どうしました？なんか僕変なことでも。違うよ。ほれ、このコメントを見てごらんなさいな。またディスられるの？もうやだ。違うって。ほら、すごい数のコメントが教則を称えてるんだってばさ。本当ですか？ほら、いいぞ教則とか、もっと言ってくれとか。本当ですか？本当本当。まだまだあるわよ。やるときやるじゃん。お前の教団は入ってもいいぞ。素敵。素敵だなんて、まあやだまあ。わあ、お嫁さんにしてなんてのもあるぞ。もう本当にやめてくださいよ。やだまあ。ほら、コメントにデレデレしないで続けて。ラジオ。だいたいお前ら給料もらいすぎだってばよ。それ全部視聴料から出てるってマジかよ。これに輪をかけて視聴料取るってつもりなんだろ。ある意味すげえよ。マジお前らやばくね。テレビ局に頭きてて、マリリンの言ってた銀兵衛さんの件忘れるところだった。鹿之島、久しぶりでございますね。この海の中道を渡ればすぐでございましたね。銀兵衛さんの娘さん、お元気でしょうかね。それにしても、教えてベロニカの教祖さんすごかったね。あの教祖さんがあんなに怒るなんて、ある意味、おい、感動したけん。言わなきゃいいこと言ってましたね。まあお金持ちの僕には結局どうでもいいお話なんですけどね。だって僕教祖ですもん。っていうあれね。そうそう、コメントで褒められたもんだから調子に乗ってバカだよね。あれさえなきゃ賞賛で終わってたのに。まことに余計な一言でございましたな。コメントも結局ネガティブなもので終わって、もうかわいそうに。本当にそこがまた教祖さんらしいですがね、高頃さん。さてと、着いたぞ。高倉さん、いつかみたいにそこの駐車場に止めましょうか。確かこの辺だったよね。あ、ここだ、ここ。あ、ここの名字やさかさんって言うんだ。この前は気にしてなかったけど。では銀兵衛さんはやさか銀兵衛さんというわけでございまするな。あの娘さんは絹代さんって言うみたいだ。やさか絹代さんでございまするか。そう、絹代の絹はシルクという意味だね。美しい名前でございまするね。鍛冶屋さんの娘さんが絹代さんか。金属と布でなんだかコントラストが面白いね。本当でございますのな。そうそう。ごめんください。八坂さん、いらっしゃいますか。あらあら、いらっしゃい。お待ちしてましたよ。この度は突然の訪問になりましてすみません。大丈夫ですよ、どうせ何もすることないんですから。気にしないでね。お久しぶりでございまする。あら、マルガリータちゃん、こんにちは。お元気でしたか？はい、すこぶる元気に暮らしておりました。絹代さんはいかがお過ごしでございましたか？もうね、あれからあのボールが家宝になっちゃって、大きな金庫も買っちゃったのよ。おほほほほ。ってことは、ボールはまだお手元に？もちろんでございますよ。おまけに私、あれ以来マリリン・モンローの大ファンになっちゃって、映画や写真を片っ端から漁っている毎日ですのよ。おほほほほ。なんかそうみたいですね。ほら見てごらん、マルガリータちゃん、あそこの部屋、マリリンの写真集や DVD でいっぱいだ。うん、本当でございまするな。
絹代さんには最初現実味のないことだったでしょうね。すみませんでした。でもご様子を拝見すると、どうやらこのマルガリータちゃんと霊界のマリリンのこと受け入れることができたみたいですね。実は最初頭がこんがらがってしまって大変だったのよ、ほんと。でも最近はなんとか現実を見ることができるようになりました。驚かせてしまい誠に申し訳ございませんでした。いいのよいいのよ、皆さんは幸せを運んできてくださったんですものね。どうぞ気にしないでね。さあさあ、玄関で話すのもなんですから、お上がりくださいな。ではお邪魔いたします。お邪魔いたします。それで今回は父から佐賀のお茶室のことで伝言があるとのことですが、はい、実際はマリリンを通して伝えられたことなんですけど。え、ということは父はあちらの世界ではマリリンさんとお知り合いということ？まあ、っていうかお父さんの銀兵衛さんはあちらに行かれてすぐにマリリンを探し回ったということでして。はい、まあ銀兵衛さん、すぐにマリリンさんを見つけて、それ以来ずっと密かにマリリンさんを見続けていらっしゃったのでございます。あら、我が父ながらお恥ずかしい。それじゃあまるでストーカーじゃございませんか。まあそうとも言う。天下のマリリン・モンローさんを2年以上もストーカーしていたなんて。ああ、気にしない気にしない。マリリン結構楽しんでますから。それで、早速なんですが。佐賀のお茶室のことでしたわね。はい。なんでも、福岡の豪商から銀兵衛さんが譲り受けたとか。ええ、福田家の先代さんが生前、大変父を可愛がってくださいましてね。絹代さんはそのお茶室へは行ったことがございますか？ええ、もちろん。先代さんが生きていらっしゃった頃からよく父に連れられて行ってましたよ。最近はいかがですか？父が亡くなってからも何度か。なんせ山奥にございますので、時々お手入れしておかないと傷んでしまいますし。で、そのお茶室の秘密でございましょう。はい、先代さんが亡くなった後、父が解こうとしておりましたが、結局わからずじまいで。絹代さんが気づくところは何もございませんのか？何にも。ごく普通のお茶室にしか見えません。なんせ父が見つけられなかったんですから、私には無理でございますよ。一体何なのでしょうね。何にせよ、実際にご覧になってみてはいかがです？鍵をお貸ししますから、何日でもご自由にお使いくださいませ。おお、それは助かります。絹代さんにもらった地図によると、高倉さん、この先で右に入ってさらに登ってください。ふよよ、ここからさらに登るとは相当な山奥にお茶室があるのですね。ほんと、思っていたよりずっと山奥だ。確か江戸時代のお茶室でございましたな。なんかそう言ってたね。車もない時代、このような山奥にお茶室とは。そうだよね、行くだけでも大変なのに、それを建てたってのは驚きでしかない。それだけでも福田さんの祖先さんというのは相当な豪商であったことが計り知れますのな。だよね、まさに金持ちの道楽。でも待てよ、
考え方変えてみると、山奥の一軒家と趣味の部屋って今風に言えば男の秘密基地じゃないの？秘密基地でございますのか？内緒の基地とは？男ってさ、小さい頃に近所の竹やぶなんかに自分たちだけの隠れ家を作ったりするんだよ。都会の子だったらそうだな、誰も住んでいないビルとかにかな。まあ最近の子は知らないけどね。カオルさんもそのようなご経験が？あるある。高倉さんもあるでしょ僕の場合は家の近所にあったホラー穴だったけど、確かあれは防空壕跡だったけどね。友達とろうそくや木箱なんかを持ち込んで、そこで作戦を立てたりして遊んでたね。どのような作戦でございますのか？翌日どんな遊びをするかとか、今度は基地に何を持ってくるかとかさ。まあ今考えると大した内容じゃないよ。作戦って呼んでカッコつけてたんだよ。なんせ小学生の頃のことだからね。マルガリータと同じ年齢の頃にでございますのか？そうなるね。改めてそう尋ねられるとなんか恥ずかしか。マルガリータも基地遊びをしたかったでございます。ああ本当に優しいね、マルガリータちゃんは。でね、男ってそういう自分だけの場所を探してるわけ。多分福田さんの祖先もそういう気持ちでお茶室付きの一軒家を山奥に建てたんだよ。なんかそのお茶室に秘密を隠したのもわかる気がするね。カオルさん、福田さんはどういう商いで財を成したのでございましたかな？あー、それ聞くの忘れた。おいとしたことが。まあ、ネットで探ればなんとかなるでしょう。これはマルガリータにお任せくださいませ。この山奥でネットがつながるといいんだけど。大丈夫でございますのよ。マルガリータのスマホは砂漠でも使えますゆえ。すげえすげえ。ほんじゃおいはこの金属探知機で床下を再チェック。なんかさ、これ使うの結構楽しみなんだ。宝探しみたいで。みたいではなく本当の宝探しでございますのよ。あ、そっか。間違いない、ここだね。なんと思っていた以上に立派でございまするね。立派な門構えと塀でございまする。小さな一軒家とお茶室って言ってたけど、敷地自体はお屋敷級じゃないの、これは。この門の鍵はあ、きっとこれだな。なんだかワクワクいたしまするな。そうそう、そのワクワク感が秘密基地の醍醐味なのですよ。あ、そういうことでございまするか。なるほどなるほど。高倉さん、僕門を開けてきますから、車に積んでる荷物下ろしといてください。おいおい。想像してたのと違って中広いね。なんだこの庭は。野球ができるよこれだったら。あ、この石なかなか座り心地の良い石でございまするよ。どれどれ。よっこいしょっと。あ、ほんとだ。はあ、なるほど。何がでございまするか。多分この石はこの庭や一軒家やお茶室を眺めるために一息つくためのものだね。ほほう、そう言われてみればお庭とお屋敷とお茶室の配置が一枚の絵画のようでございまするな。え、単に景色がいいと思っただけだったけど。ああ、なるほどなるほど。そう言われてみれば全然気がつかなかった。庭の遥か向こうに見える海も綺麗でございまするね。山から見下ろすこの風景も計算に入れていたんだろうか。さすが豪商福田さんだな。
あー、風が気持ちいいね、高倉さん。それにしても広いな。門からあの茶室まで多分5、60メートルはあるぞ。お家やお茶室自体はこじんまりとしておりまするな。よくわかんないけど、なんかこれってわびとかさびとかいう世界観じゃないかな。うん、わびさび、まさに。なんとマルガリータちゃん、わびさびを知ってるの？英語にもございまするからな。なんと言いますか、こういう質素かつ静かな状況に対する美意識のことでございましょう。多分。でもどうしてそこまで知ってるの？マルガリータちゃんスペイン人でしょ？教えていただきました。高倉さんから？高倉さんは合気道の達人でございまするからな。え？合気道とわびさびって関係あるの？精神修養のため茶道をたしなんでおられたそうで。あー、そういうことか。一流の人は茶道をたしなむって言うけど、高倉さんやっぱ超一流の人なんですね。サーカス一家でアクロバットを教えられ、相場のワルツと別れがあり、その後合気道に身を捧げ世界一に、そして現在は有能なボディーガード。それも超有名なね。なんたって映画ザザザボディーガードのモデルなんだから。誠に高倉さんは底知れぬ人物でございまする。まさか高倉さん、茶道だけでなく書道なんかもたしなまれていたりして。カオルさん、それは愚問にございまする。高倉さんは書だけでなく水墨画もご達者でございまするよ。すげえ、なんかもう宮本武蔵だね。高倉さんとヨーロッパを回っていた時は高倉さんの書画には大変お世話になったのでございまする。どういうこと？政府やテレビ局とのお付き合いの関係からマルガリタ側が主催するパーティーもございまして、その際来賓の方々へのお土産に高倉さんの書画をお渡ししていたのでございまする。尊敬。そんなわけですから各国の大統領や首相官邸、有名人のお部屋には高倉さんの書画が飾られているのではないでしょうかな。ついていけん。教祖さんにいただいたこの携帯電話だと、このような山奥でもネット環境には問題ございませんのな。さすが教祖フォンでございまする。楽しそうでございまするな。カオルさんの金属探知機は性能が良さそうで。高倉さん、この辺りお願いします。この辺だけど。何か見つかりましたかな？わかんないけど、またジュースの缶か何かじゃないかな。これまでいくつ掘り出したっけね。ひふみのふんふんふん、6つか。はい、7つ目。おや、このジュースは見たことないぞ。あんばなんとかって書いてあるけど、きっと昭和時代のジュースだね。絹代さんが子供の頃飲んだんじゃないかな。もうちょっと探してみるか。今度はマルガリータちゃんがいる縁側の近くを探してみよう。にしてもこんな山奥でもネットが使えるなんて驚きだね。それにしてもいい天気やね。ポカポカして気持ちのいい日でございまする。縁側で日向ぼっこというのはこういうことでございましょうな。高倉さんも少し休んで
縁側でお茶でも飲んでください。ふよふよ、カオルさん、ビンゴでございまするよ。何が？このお屋敷を建てた豪商さんのことがヒットしたのでございまする。おお、福田さんのことね。で、どんな商いで財を成したの？もともとは和菓子屋さんとして創業したそうでございまする。へえ、和菓子屋さんだったのか。創業はいつ頃？1700年代前半でございまするから、かれこれ300年ほどになりまするね。あら、結構昔の話なのね。そんな時代の和菓子ってどんなのだったんだろう。福岡の福と福田の福からでしょうな。福福もちまんじゅうと呼ばれていたそうで。もちまんじゅう？どんなのだろう。砂糖、小麦、もち米、それから酵素を原材料としたお菓子だそうでございまする。おお、なんだかすごくオーソドックスな感じ。おいしいことは間違いないだろうけど。カオルさん、福岡にふくふくもちまんじゅうというお菓子は今でもございまするのか？さあ、聞いたことないな。今はないように思うけど。ねえ、高倉さん。そうでございまするか。名前や味が変わった形で受け継がれているのでございましょうかな。ネットにはなんて書いてあるの？うん、お菓子部門は戦前この佐賀に工場が移され縮小されたようでございまする。ああ、きっとだんだんと原料が手に入らなくなったんだね。縮小やむなしってところか。ん？今、お菓子部門って言った？はい。ということは、他の商いもしていたってこと？どうやらそのようなのですが、その辺が謎のようで記述が見当たりません。あら、驚き。ネットに出てこないってのは結構な謎だね。一体何をやっていたのでございましょうな。まあ、和菓子だけじゃここまでの財はなせなかっただろうけどね。でも待てよ、その謎の部分がお宝に関係しているのかも。おや、こんなところにヘリが飛んでくるなんて。どうしたの、高倉さん？あ、あれは教祖さん。ハロー、マルガリータ、遊びに来ましたよ。なんでここが？きっとこの携帯電話でございまするよ。何でも分かっちゃうんですよ。あ、バイ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 、行っちゃいましたよ。ヘリはやっぱり便利ですね。教祖さん、いきなりのご訪問でマルガリータ、驚き桃の木、三章の木でございます。驚きました。やっぱり相変わらず新種付き没ですね。僕の財力をもってすればこんなことは。マリエさんのダージリンゴティーでございますよ。はい、マリエさんのダージリングティー。なんすかそれ。おやおや、カオルさんとやら、あった、落語の修行を全くしておられない様子で。面目ございません。西岡カオル、修行を怠っておりやした。うん、素直でよろしい。で、マルガリータちゃんはどうなんでやんす？どうなんでやんすか？こんなのもわからないようなら、この平和や教祖の弟子とは言えませんよ。高倉さんはお分かりで？はあ、先が思いやられますな。一つ質問が。なんでやんす？教祖さん、
どうやってこの場所のことを？ここってナビ使っても分かりにくいのに。ナビ？ナビってあのカンナビゲーションシステムのことでやんすか？はあ、まあ一応そういうことなんですけど。ナビね、確かに庶民の皆さんには便利なものなんでしょうけど、あたいには必要ありませんね。あら、僕があたいになっちゃったか。完全に落語モードじゃないの。めんどくせえ。それはマルガリータより説明をさせていただきまする。よろしいでしょうか、教祖さん。うむ、良きに計らい。ははー。では、実はでございますのね。マルガリータが日頃使用しておりまするこの携帯電話、教祖本は、その名の通り教祖さんの会社の製品なのでございまする。そんなのよね。これが最近評判で評判で困ってるんでやんすよ。つまり、マルガリータちゃんの携帯電話、教祖フォンね、教祖フォン。ああ、しっけ。マルガリータちゃんの教祖フォンの位置を探ってやってきたってことですか？さようでございまする。すげえ。いいえね。位置は簡単にわかったんでやんすが、ここが山奥すぎて、車で来るのが嫌になったんでやんすよ。山道をくるくる登ってきた日にゃ、こっちとら車酔いしちまうってなもんよ。それでヘリをってことですか？だってヘリなら直線で来れますもん。まあそうなんですけどね。あ、ちょいと生い立ち庶民には思いつかん方法たい。衛星写真で確かめやしたらね、ここの庭が意外に広い。これならヘリの離着陸もできるだろうと判断した次第でございやす。てきてん。ナイスご判断。それにしても庭でヘリの離着陸をするなんて操縦うますぎでしょう。教団専属のパイロットさんたちは軍隊上がりの方々なのでやんす。軍隊ですか？じゃあ先ほどのパイロットさんは外国の方？あいな、イギリスのロイヤルエアフォースのパイロットさんでやんした。イギリスの？教祖さんの人脈って計り知れませんね。あ、まあ彼はベロニカさんの人脈を利用させていただいたんですけどね。ベロニカさんのですか？あの人もすごすぐる。一体全体どうなってるのか。あれ、あ、ご存知なかったですか？ベロニカさんって以前イギリスの諜報部員だったんですよ。諜報部員ってあのスパイのことでしょうか？ええ、ちょっと頭痛がしてきました。マルガリータちゃんたち。相変わらず退屈しないお話でございまするね、教祖さんのお話は。これがいろりでございまするか。楽しそうだね、マルガリータちゃん。はい、時代劇によく出てくるので知ってはいたのですが、実際にいろりを使うのは初めてでございまする。そうかそうか、言われてみれば確かにいろりは時代劇にはよく出てくるね。ここにこうやってお鍋を吊るすのでございまするね。そうそう、重いから気をつけてね。マルガリータは雑炊というものにとても興味がございまする。さぞおいしいのでございましょうな。タカコラさんの手料理は超久しぶりですよ。教祖さん、さっきのお話ですけど。ああ、豪商福田さんのことですね。ええ、お知り合いっていうのは本当ですか？はいな、あ、何を隠そう、僕のうちも以前はおまんじゅう屋さんでしたからね。驚き、昔から教団やってたんじゃないんですね。ええ、もともとは江戸時代から代々続くおまんじゅう屋さんだったのね。福田さんとは具体的にはどんなお付き合いを？具体的にはといっても、そうですね、
子供の頃知り合いの虎吉さんと和菓子の研究してた時にあんこを分けていただいたとかですかね。子供の頃に和菓子の研究ですか。あ、そうなの。あ、僕と虎吉さんが作った和菓子のいくつかは未だに人気あってロングセラー商品なんですよ。もうついていけません。はあ、マルガリータちゃん、タッチ。教祖さんが子供の頃ということは、戦後もずっとお菓子部門は続いていたということでございますよね。福田さんはお菓子部門以外ではどんなことを？そうなんだよね。そこがわからない。ですね。確か建築関係だったんじゃないかな。なんと、お菓子とは全く違う分野でございますよね。そうなのね。福田さんちは江戸時代からお菓子の傍ら日本中の宮大工さんたちを集めてなんとかかんとかって言ってたような。あ、ていうかもともとは宮大工さん関係の商売が先だったはずですよ。あ、じゃあふくふくもちまんじゅうの方が後だったってことですね。それは確かなのでございまするか。確かそうだったと思うんですけどね。ちょっと待ってて。あ、マリエさん。お、超絶美人秘書のマリエさんか。あのですね、至急調べていただきたいことがございまして。食べ頃でございまするよ。マルガリータちゃんはきっと鍋奉行になるね。鍋奉行でございまするか。お鍋料理の時に場を仕切る人のことを言うんだよ。あ、教祖さんどうでした。何か分かりましたか。あいよ、あ、こういった調査はマリエさんのダージリングティーでございやすからね。朝飯前ということでございまするね。おー、マルガリータちゃん正解でやんすんよ。あー、そういうことね。教祖さん、毎朝朝食前にマリエさんのダージリングを飲むわけですね。そういうこと。こんなの普通わかるわけね。それで福田さんのことは？ですね、やっぱり福田さんところは最初に宮大工さん関係の仕事があって、その流れからお菓子の商いもすることになったそうでやんす。宮大工からの流れで日本中の宮大工さんが福田さんのところに出入りするようになっていましたから、その人たちからの情報であのふくふくもちまんじゅうが生まれたんでやんすよ、きっと。なるほど、それはありえる。それからマリエさんの情報によりますと、福田さんのご先祖さんはどうも宮大工さんたちが使う大工道具を扱っていたようで。大工道具ですか。ノコギリやカンナとかですか。そうでやんす。あら、どうしました、マルガリータちゃん。なんだか絹代さんのお父様でいらっしゃる銀兵衛さんのご職業に近づいてきたような。おお、銀兵衛さんちは代々鍛冶屋でしたね。なんと美味なことか。でしょ。これここに来るときに買った地元の野菜なんですよ。佐賀野菜ということですか。あ、これはこれは、今度レストランのメニューに加えてみましょう。あ、ごめんね、マルガリータちゃん、銀兵衛さん一家は代々鍛冶屋さんだったっていう話してたんだよね。宮大工さんの大工道具といえば鍛冶屋さんとの関係が強かったのではないかとマルガリータは思うのでございます。確かにそうだね。この前マリリーなんて言ってたっけね。銀兵衛さんは包丁鍛冶として有名だった。確かそう言ってたような。うん、うん、
どうしました、マルガリータちゃん。来た、カールさん、お願いいたします。了解。なんとこれはひょっとしてマルガリータちゃんの憑依？そうです。うわー、久しぶりに見るわ。でもなんだか憑依がめっちゃスムーズになったのね。最近は憑依のタイミングをかなりコントロールできるようになったみたいで。へえ、賢いね、マルガリータちゃんは。で、誰と憑依してるのかしら。誰でしょうね。ハロー、カオル、おひさー。ああ、相変わらずのご挨拶ですね。もう、そんなこと言わないの、イケメンカオル。カオルさん、この方はどなた？誰だと思います？カオル、こちらの紳士はどなた？こちら、マルガリータちゃんが大変お世話になっています方で、通称教祖さんでございます。あら、マルガリータちゃんがお世話に？それじゃあ、私からもお礼言わないとね。はじめまして、教祖さん。いつもマルガリータちゃんが大変お世話になっていますわ。いえ、とんでもございません。ねえカオルさん、この方一体どなたで？ちょっと話しただけでなんだかクラクラしちゃうんですけど。さあ、誰でしょう。もうカオルったら意地悪なんだから。そうですね、時間ももったいないし、教祖さん、ご紹介します。こちら、マリリン・モンローさんです。ハロー、教祖さん。改めてはじめまして、マリリンよ。あれ、どうしました、教祖さん。マリリン・モンローって、あった、マリリン・モンローってあった。え、あのスカートがふわんってなって、あ、混乱しちゃってる。あのマリリン、教祖さん、落ち着いてください。落ち着くまでちょっと時間がかかりそうね。そうみたい。ねえ、本題に入りましょうか。はい。ねえ、今カオルたちはどこにいるの？いつものラボとは違うわね。ひょっとしてこの前話したお茶室のある？おめえと、今は離れの居間で食事中なんですけどね。何か謎を解く手がかりでもあったかしら。今のところないんですけどね。でもいくつか新しいことが分かってきました。あら、楽しみ。で、何が分かってきたのかな。謎を解くキーワードになるんじゃないかなってことで、宮大工、鍛冶屋、こんなのが調査から浮かび上がってきてます。ねえジョー、聞こえたかしら。宮大工と鍛冶屋がキーワードなんじゃないかって。あらあら、いつも仲がよろしいことで。こんにちは、ジョーディマジオさん。カオル、ジョーが言うには銀兵衛さんも宮大工のことは話していたそうよ。そうか。ふむふむ。オッケー。あのね、カオル、ジョーがね、銀兵衛さんは盛んに釘のことを話していたって。釘？釘って、釘よ、釘。ネイルのことよ。ハンマーで叩く。おお、やっぱりあの釘か。でも、なんで釘のことなんぞ？宮大工さんって独特の釘を使っていたらしいわよ。このクラクラってくるあれは、あいやいや。釘？釘ですか？そうなの、釘。あら、釘だら、はあ、なんともはや、釘って言われただけでクラクラしてきますよ、またくん。さすがマリリン・モンロー。
同時代に生きていたかった。リアルタイムでマリリンを見ていたら、さすがの僕もメロメロのクラクラでしたよ、マタ君。もう教祖さんたらお上手なんだから。何をおっしゃいますやら、僕、じゃない、私、いやさ、私は喫水のモンローファンでございますよ。なんだってもうアメリカ留学時にはマリリンさんの眠っていらっしゃるウエストウッドメモリアルパークへ行ったりもしたんですから。はい、まあ嬉しい、ありがとう教祖さん。中断なんて中断なんて。そういえば結構前の話ですけど、マリリンが納骨されている真上の納骨堂が4億円近い値段で売られたって聞いたことがあるよ。まあ4億円で、あってそれどれくらいの価値なのかしらね。そうだな、ビバリーヒルズで結構大きなお屋敷が持てるくらいかな、多分。わーわー、すごい。ねえ聞いた、ジョー、4億円だって。あ、こら、ジョーったら逃げるんじゃないの、戻ってらっしゃい。どうしたんですか。大丈夫よ、ジョー、怒ったりしてないんだから。霊界ではそんなネガティブな気持ちになったりしないから、心配しないの。どうしました。あのね、カオル、その4億円の場所ってね、もともとはジョーが持ってたのよ。それをね、ジョーったら売っちゃったのよ。売らなきゃよかったわよね。なして売ったとね。仕方ないのよ、だってそれって私がまだ生きてた頃のことですもの。あら、そうなんですか。そうだ、確かそれって私とジョーが福岡へ行ったあの年のことだったと思うわよ。わお、あの1954年ですか。お二人には激動のお年でしたもんね。ディマジオさんにもいろいろ思うところがあったんでしょうね。ねえ知ってる、カオル。何をですか。ジョーったらね、私がこちらの霊界へ来てからずっとそのお墓へお花を捧げに来てくれてたのよ、週に何度も。あら、やっぱり愛されてましたね、マリリン。高倉さん、感動ですよね、これ。そうなの、だからね、ジョーがこちらへ来てからはマリリンはジョー一筋なのよ。ねえジョー、あら、やっと笑った、かわいい。そうそう、マリリンはジョー一筋なのよ。話を戻しましょう。そうね、そうしましょう。釘でしたよね、釘。宮大工が使っていた釘でしたよね、確か。そうね、そういうことだったわ。それってひょっとして枠木のことですかね。ねえジョー、銀兵衛さんが言ってたのは枠木のことだった。そう、そうなのね。カオル、ジョーがうなずいているわ。そうか、やっぱり枠木のことか。カオル、なんだかその枠木っていうのに詳しそうね。偶然ですけどね。昔ちょっと気になって枠木のことについてレポートを書いたことがあるんですよ。へえ、素敵。やっぱりカオルはイケメンで知的よね。マリリ、なんだか尊敬しちゃうな。尊敬だなんて、そんな。何言ってるのよ、尊敬しちゃうわよ、素敵よカオル。
なんと羨ましい。あとマリリンさんから絶賛のお言葉をいただいてるじゃありませんか。私もいただきたいものですよ、マリリンさんからのお褒めの言葉。マリリンさん、私を忘れないで。何をおっしゃっているのかしら、教祖さんたら。わざわざお墓参りまでしてくださったあなたのことをこのマリリンが忘れるものですか。バカね。出た、美女のバカね。あー、教祖さん、あなたもマリリンの餌食に。ねえ教祖さん。はい、なんでございましょう。カオルやマルガリータちゃんがそこのお茶室の謎を解くってきっと大変なことだと思うのね。お察しのいいあなただったらお分かりになるわよね。もちろんです。はい、きっと調査にはお金もかかるんじゃないかしら。お金のことでしたらこの教祖にお任せくださいませ。自慢じゃございませんけど、お金だけはたんまりと持ち合わせてございますので。まあまあ素敵、教祖さん素敵よ。本当にさすがジェントルマンでいらっしゃるわ。そんなことな、そんなことでもあるんですよ。いや、やっぱり宿女のマリリンさんには私のこのにじみ出る品の良さってのがお分かりになるんでしょうかね。ああ、アマリエさん、あのですね、僕、事情がありまして、数日この佐賀の滞在を延ばさなければならなくなったみたいなんですね。それで、マリリンたらもう、東京でのギグを教祖さん、その気になっちゃったよ。マリリンは何にもお願いなんかしてないんだもん。そうだよね。そうなんだよね。バカだよね、男ってのは。カオル、そこが殿方のいいところ、可愛いところじゃないの、バカね。いや、やめて。バカね、光線は。おいも、うっかりしてるとやられるばい。ねえ、それでさ、カオルはなぜ枠木に詳しいの？小学生の時、教科書で白鳳型枠木を鍛造しておられた白鷹幸典さんっていう人の話を読んだことがあってさ。っていうことは、カオルったら小学生の時に枠木の調査をしたってこと？そうなんですよね。おい、そういうところマニアックっていうか、なんていうか、興味持っちゃったら、そのすごいなあカオル、本当にインテリジェントなお子ちゃまだったのね。いや、そんなことでもないですけどね。それでさ、さっき言ってた炭なんとかっていうのは炭造のことですか？それそれ、炭造。それなーに？なんて言ったらいいんだろう。例えばさ、鉄のお鍋を作るとするでしょ。ちょうどこのいろりにかかっているような。ふむふむ、そんなお鍋をね。その時にドロドロに溶けた鉄を鋳型に流し込んでこの形にするのは鋳造って言うんだよね。鋳造か。英語で言うと、ねえ教祖さん、なんですよ。このお野菜は本当に美味しゅうございますよ。英語で鋳造するってなんて言うんです？鋳造ですか。教祖さんアメリカ行ってたんでしょ。だったらわかるんじゃないかと思って。そうですね。キャスティングですかね。マリリン、わかる？キャスティングだよ、キャスティング。なるほど、鋳造はキャスティングのことね。
おーすげー教祖さん。ありがとね教祖さん。なんのこれ式なんでもあるですよ。じゃあ鍛造っていうのは英語でなんて言うんです？鍛造？例えばこのお鍋を鋳造じゃなくて鉄の塊をハンマーで叩いて作っていくやり方ですが。ああ、じゃあそれはフォージングですね、きっと。 FORGING だって。なるほど、鍛造っていうのはフォージのことなのか。すげえ、また通じちゃったよ教祖さん。ひょっとして教祖さん英語ペラペラ？ペラペラってわけでもないですけど、コンサートやギグで海外はしょっちゅう行ってますので、英語のインタビューなんかもあったりして。はい。すげえ。かっこいいわ教祖さんって。ひょっとしてミュージシャン？まあ素敵ねえ。今度さ、マリリンに聞かせてほしいな。マリリン・モンローさんが僕、いや私の歌を聴いてくださると？うん、ぜひ。光栄です。生きててよかった。すげえ、天下のマリリンが歌聴いてくれるなんて。約束よ教祖さん。わかりました。カオル、なんだか今回はお話があまり進まなかったけど。あ、そろそろ時間ですか？そうみたい。ねえ、ジョーに何か聞いておくことある？そうですね、一つ確認していただけますか？了解。なに？銀兵衛さんは枠木のことまでは気づいていたとのことですが、それ以外はどうなんでしょうか？例えば大量に枠木が地下から出てきたとか。どうなのジョー？銀兵衛さん自身が枠木を鍛造してみたとか。あのねカオル、銀兵衛さんが枠木のことに気づいたのは銀兵衛さんが亡くなる直前だったらしいわ。だから枠木がそのお茶室とどんな関係にあるのかはわからないんだって。